ゼノブレイド、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、中央封印塔の封印を解くのかな？今まで2つの封印塔の封印を解いてきたので、封印を解くための封印を解いてきたので、ややこしい話になってるな。ここを解けば、封印、なんだっけ、監獄塔か。監獄塔に行けるようになるんじゃないかなーって思ってるんだけど、ハイテクなのか、なんか、ファンタジー系なのか、ようわからんね。鬼神兵、それに、あの周りを飛んでいるのはなんだ？よく見えるな、何も見えんぞ。ああ、こいつか。さっき戦ったやつのちょっと強い版みたいな。あんの不明なの。シャドウアイ、よし、やった。とりあえずシールド使っとくか。ちょっと待って、こっち向いてる、こっち向いてる。モナドの力なのか。よいしょ。みんなの気持ちが伝わってきたよ。ふい、暗黒ブレス。よいしょ。ふい、まあ、でもあんまり強くないなこいつ。まあ、レベルも低いからな。やばい、ほらやった。さて、よし、これがモナドの力なのか。こっち向いてる？向いてるな。シャドウアイ、ダンバンさんに、ダンバンさんに向いてくれ。オッケー、連携でいこう。どうしようかな。崩し入れるか。崩し入れて疾風陣で飛んでるからそんな効かんな。思ったより効かんな。おはよっと。ほい、よし、立て。もうでもいけそうだな。あとはもうゴリ押しで行こう。よしよし、ほい、よし、終わり。なんだこの生き物は、見たこともね。さっき似たようなの見たけどね。おそらく巨神界最古の生物の一種だろう。最古の生物？周辺から出土する化石でしか見たことはなかったが、よもやこんな場所に封じられているとは。ここを守っていたのかしら。そこまでの知能があればな。こいつらからはもっと原始的な何かを感じる。何かって？自分たちの存在以外を許さない。だから鬼神兵と戦ってんのか。そんな排他的な本能みたいなもんかな。まあただの勘なんだが。考えてる暇はないわよ。行くんでしょ。お前が聞いたんだろ。監獄塔に乗り込むの。よし、乗り込もう。もうあれかな、すぐにあいつと戦うのかな。あの黒いやつ、顔つき白いのもいるもんな。白いのはビジョンでは見てなかったはずなんだけど。それはコートに人たちよ、
今こそその知恵にすがろうぞ。イルナメレルカンタクシス、ドゥクナルナス。これは千、どう見ても敵なんだけどな。あ、そういえばこれもビジョンで見たな。巨人族、これは何？このようなものが封じられていたとは。武器扱いみたいなこと？そうでもないよね。王家の大阪、あ、喋れるんだ。久しいな。そなたとは面識はないが。何、お前の身に流れる血に行ったまでだ。我をここに封じたな。ならば私が何故ここに来たのか語るまでもないであろう。聞くまでもないさ。我は全てを見ているからな。どうした、使うがいい。そのために我はここにいるのだからな。封じられてるやつの言うことを聞くのめっちゃ怖いな。どういうことだ、巨人族は何、バッテリー以外のこと。すごいな、この光は。父上、俺はまだ強くなる。先へ進んでいくか。もう普通になんかアンノウンが雑魚扱いになってるんだけど、こいつらもな、このなんかトゲトゲ持ってるからさ、外しちゃいいんだろうけど、とりあえず戦うか一回。降りてこい、戦おうや。これきついかな、2レベル差だもんね。よいしょ。ここだ。メダルだ。よいしょ。うわ、黄色いやつも来た。よし、とりあえず連携で先に片付けよう。ほい。で、そんな効かないんだよね。オーケー、完璧よ。昔を思い出すな。よし、やば、カルナが死にかけたな、さっき。やばいやばいやばい、あ、死ぬな。ちょい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 、このままじゃ。ごめん、私の責任だ。やばいやばいやばい、見える。誰だ、あ、こいつか。こいつ相手だったら、ちょっと待ってくれ。先に攻撃して倒せばいい。オッケー。変わるのか。鉄鋼弾か。よし、オッケー。ブレイカー。カムイン武器こいつ。ふい。よし。リットエッジ。鉄鋼弾。よし。よし。オッケー。ここで復活。ああ、ダメージ食らうよなこれ。溜めて、オッケー、ブレイカー、いけるかこれ。これに勝てないとやっぱ黒い顔つき勝てないのかな。何エレメント砲って、明らかになんか
できた。この大きさの敵が撃っていい攻撃じゃなかったんだけど。この雰囲気を忘れるな。リョウタンバーさん気をつけて。ほらやった。なるほど、時間だ。よし、オッケー。ギリギリだな。これはきついな。こんなんがだってワンサがいいんじゃん。ワンサがいるのにこのまま突っ込んでいいもん。誰こいつか。誰って、友達じゃねえんだから。よいしょ、シャドウアイ。ほい、オッケー。後ろから来て、よし、オッケー。まだか、結構かかるな。よし、ほい。崩しとかがな、もうちょっと入ればな、戦いやすいんだけど。エーテルメテオ、メテオか、それ。絶対忘れないわ。立て、よし。その調子よ、シュウ君。だんだん調子が上がってきたわ。その調子で頼むぞ。ほい、オッケー。で、先へ進もう。ん、あれってもしかしてもうあれか、ボス戦かい。おお、厳しいな。勝てるのかな、そもそも。うへえ、でっけえもん。どんだけでかいやつが使ってたんだ、このもん。あ、大恐竜だもん。大恐竜？なんだよ、ただの石像じゃねえか。おっさん、びっくりさせんじゃねえよ。おっさん指、馴染んできたな。人かしら、不思議な姿をしているわ。これは、もしかしたら我らの始祖の姿かもしれんな。伝承では、今の我らとはかなり異なる姿をしていたという。だいぶ違うけど。なるほど、その姿をかたどったってわけか。こいつ、どっかで見たような、見てないような。大恐竜、大恐竜も。大恐竜ね。確かにあん時のテレシアに似てなくもないが。この監獄島は、メリアたちの先祖が作ったもの。いや、伝承では我らの始祖が生まれる遥か以前より存在していたらしい。誰が何の目的で作ったものかは定かではないが、ここを封じたのは我らの始祖であったという話だ。一体何を封じ込めたんでしょうね。興味あるわ。それがあの巨人族ってことか。始祖の残した碑文だ。なんて書いてあるんだ。写本はコートのあちこちで見ることができる。あ、そうなの。多くの研究者が挑んできたのだが、解読できたのはごく一部だ。おい、シュウ君、あの記号。うん、モナドの表面に浮かぶ文字とよく似てる。だけど何か気になる。どうした。始祖が封じたという監獄の扉、開く資格を持つのは皇主とその後継者のみだという。じゃあ陛下はもうこの中に。おそらく。始祖よ、そなたの末代皇太子メリア・エーシェントが推参した監獄の扉、我が治世の希望のため開かれん。ハイテクだよね、やっぱ。墓所と同じか。すっげえ。ねえ、助けなくていいの。心配無用だ。意味は分からぬが必要な手続きらしい。
手続きっていうのもなかなか面白いな。表現としてはそれ以外ないんだろうけど。モナドを継ぎし者よ。あ、そうか。今こそ枷を解き放とう。話しかけられたね。あれ、ここまで言われたっけ。どうしたシュルク、急ぐぞ。見たんだろ、顔つきどもをバッサバッサと切り倒してる未来のビジョン。分かってる。やっと来たんだ、ためらうことなんてねえって。行きましょうシュルク、奴らが足止めを食っている間に。そうだぜシュルク、ここにはあの顔つきの鬼神兵を倒す手段があるに違いないって。そしてメリアの親父さんを救うんだな。ああ行かないな。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回この監獄島の中入っていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。